断色大観は、伊原西閣による浮世造詩。1687年4月に発行。全八巻、各巻五章、計40章。断色が、題材の作品は、室町時代に、地後物語、江戸時代初期の金造詩に、木瑞物語、新勇気があったが、浮世造詩では、初めての作品であった。正しくは、断色大観本庁は歌風俗。 前半4巻20章は、主に武家社会における手動を取り上げており、総じて非職業的男職の世界である。後半4巻20章は、町人社会に属する職業的な歌舞伎和歌手を取り上げている。男職体感では、武家社会と町人社会という二つの社会において、種族として公認されていた男職が、総合的に描かれている。武家社会は、 戦国の余風として、男色をたしなみ、しかも武士道における義理を、男色のモラルとし、主導と称するに至った。歌舞伎界においては、元禄期まで、若女方、若仕方など、若くて、美貌の歌舞伎和歌手は、早朝から夕刻までは舞台を務め、夜は茶屋で客の求めに応じて、男色の相手をするのがしきたりであった。なお、断色における弟分である。 若手は18、十八、九歳で幻服して、前髪を反り落とすまでで、それ以後に、逆やき頭になってからは兄分である。年者になるのが、武家社会、町人社会を通じての一般的なルールであった。コミックス現代語訳。ありがとうございます。